まあ今別に注文受けてなくて自分の好きなもの作ってそれでやっていけてるっていうだけで十分贅沢な話なんですけど、まあこれがずっと続いていって。行ければ別に何の問題もないなっていう。まあ正直家で急須でお茶入れて出てくるっていう正直そんな家庭でもなかったし、まあでも徒歩ダメだからって思う、まあそれ一応これ見て急須って言って分かるような、子供会とかでやっぱり焼き物ってこの地域なんでやらせてもらう時があって、やっぱり面白いなっていう印象は昔からやっぱあって、あじゃあ高校で焼き物できるしいいなぐらいの、その時はやっぱ職業で焼き物やっていくとかもそのことも全然思ってなかったですけど、まあやっぱり手びねりだとかいろんな選択肢があったんですけど、やっぱりろくろしか興味がなくて、じゃあろくろでの最高峰はってなったらやっぱり、あまあ急須なんだろうなってなって、でも自分がろくろを引くようになってから、あ急須なんてとても作れないわって逆に分かってきて、ちょっと距離を置いて、その時の卒業制作では最初急須やりたいなと思ったんですけどちょっとやめたんですよね。で大学入って同じ陶芸部の友達、地元常滑だからちょっと見ようよって呼んで、で散歩道も正直やっぱ地元だけどもそう行ったりしたこともなくて、それこそお店に入るなんていうのもなかなかなかったけど、まあ友達呼んだもんでいろいろ入らないとなと思って結構頑張っていろいろ入ってた時に、結構ちゃんとした手作りの急須っていうのを結構まじまじと見て、あやっぱり常滑の急須すごいなって改めて思って、ちょっと今度は挑戦してみようかなってなってっていうのが、ちゃんとその急須とちゃんと出会ったような感じのタイミングだと思うんですけどね、その時っていうのが。なんか古い急須にしか目がいかなくて、でそれなんでなんだろうなと思って、多分それが今の僕の仕事のやり方と関係してるのかなと、多分昔の人だろうから当然自分でなんか土こして作ってとか、当然成形もそうだし、そういうのでなんか魅力感じるのかなと。やっぱり自分の中のそのものづくりっていうことに対してやっぱ全部自分でこなさないと自分のものじゃないと思ってるんだと思うんですよ。伝統工芸でも何でも常にやっぱりなんか新しいものをみたいな空気があるし、まあそれは当然だろうなと思うんですけど、当然そういう人がいてもいいと思うんですけど、昔ながらのいいものをただひたすら昔のように作っていくって人も、まあ一人ぐらいいてもいいんじゃないのかなって思ってるんですよね。だからあんまりなんて言うんだろう、メディアとか本とかそういうのには取り上げづらいでしょうね、そんな何でも新しいことやってるわけじゃないんで、うん、体が動く限りはやりたいと思いますけどね、うん、逆にそれできなくなったら俺何してんだろうなと思いますもんね